ったっしょ。はい、オッチンありがとう。やっぱオッチンなんだよな。こんにちは、こんじきたまさぶろうです。今日はピクミン4やっていきたいと思います。前回の続きからで探索70日目ですね。で、今日はついにルーイとの決戦ですね。ずっと置いてたやつをやっていきたいと思います。はい、ということで、追憶の原生林ね。今、達成率が 73% で、救出する人が2人になってましたね。頑張ってやっていきたいと思います。はい、ということで、ここだ。夜の探索で卵があったところだよね。確かここだと思う。ここに乗って乗って、で、ここに卵があったよね。さあ、ルーイがいて、あれがスパニエルさんかな？ピンクの、メガネの人。ルーイさんいました。スパニエルさんも無事のやつ。あ、スパニエルなんだ、やっぱり。さあ、おとなしくするんだ。でも、あと一人救助しないといけないからね。それが誰なんだろうね。さあ、連れて行かれて、これで勝負するんだよね、多分ね。あ、また逃げた。コンタマ、オチン、スパニエル氏の救助を急げと。オッケー。あ、で、洞窟なんだ、これ。いや、でも確かにそうだよな。お宝がまだまだ、あれなんだよな。結構あったんだよな、30個以上。いや、違うじゃん、ボスじゃん。最果ての、闘技場。10位スパニエルを救助せよと。オッケー、じゃあ行きたいと思います。羽ピクミンでやるんだね。頑張ろう。勝つぞ。さあ、最果ての闘技場、当然段取りレベルは5ですね。で、羽ピクミンか。頑張っていきたいと思います。あの、逆転爆弾。あれにだけ気をつけたいね。さあ、引きずってる。で、この子も、葉っぱ人にはならないでしょ。スパニエルさん。ね、葉っぱ人にはならないんだよ。多分、ブリーンと出て。そうだよね。そのまま出るという感じだね。なんてことを。でも大丈夫だよってことだよね。大丈夫だ。葉っぱは生えていない。ドクターの言う通り、光の蜜を飲んでいたからでしょうか。てん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 。あ、お尻ポリポリ書いてる。どうやらおとなしくスパニエル氏を引き渡してくれなさそうだな。ゴートマ、オッチン。力ずくでも彼女を救助するのだ。よっしゃ、やるぞ。前回結構圧勝してるからね。前回結構圧勝してるんで、やっぱり失敗していて、これ画面がちっちゃいから見えないんだよね。画面がちっちゃいからガチ見えない。オッチン、オッチンは？オッチーン。ほら、オッチンいける？ほい。オッケー、一旦いいんじゃない？一旦いいんじゃないでしょうか。一旦回収して、回収回収。で、これなんだ、毒の子がいるから、この子をまとめてやって、で、で、暇人センサーで呼んで、まあ、暇人はいないか。よいしょー。で、ガッツシ、ガッツシ、ガッツシ。いや、ガッツシ、ガッツシ。いける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 。やばい、これ死ぬ？うわ、めっちゃ死んだ、最悪。最低すぎガチで。じゃあ、これ、オッチに行ってもらおうか。これ、オッチに行ってもらって、で、あ、これ、運んでいったらいいんじゃない？もう。ね。で、暇人センサーで、呼んで、来てる？誰か。暇人センサー来てる。オッケー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 、来てる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 。おいでおいでおいで、集合集合。で、ホイして、ホイして、で、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブして、で、また、暇人センサーで呼んで、で、1、2、3、4、5、6、7。ほい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 。8、9、10。して、あ、オッチンも行っちゃったか。オッチンも行っちゃった。あ、これ取ろう。これ取って、で、その間にこの、これを持って行って、で、隕石を降らせて、ドカーンと。さあ、で、ピクミン集合。この子はでも危ないよね。これ下ろす？あ、間違えた。これ先下ろそう。ちょっと何に使えるか分かんないけど。で、オッチン帰ってるかな？暇人センサーと、あとオッチンも呼びたいね。オッチンを、こっちに来てして、これ大丈夫かな？攻撃されない？うまいこと逃げてね、空飛んで。オッケーオッケー、オッチに乗って。で、これももう。これ、オッチに行ってもらうか。オッチに。
よいしょ。行ってもらって、で、その間にこれ運んで、これも運んで、で、じゃあこれも、運んで、あ、ごめんね。これ運んで、はいはいはい。で、暇人笛吹いて、で、サンダーガッシャーンとやって、で、これ敵だよね。あ、サンダーが今痺れてるから、チャンス。大チャンス。オッケー、それ運べるかい？運んでもろて、オッケー。で、暇人センサーして、ちょ待って、敵やばいやついるじゃん。あんなやつとなんで戦ってるんだ、しんどいでしょ。あれと戦うのはさすがに。ほい。何個これ ?7 個足りる ?OK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 。で、残りやって、で、オッチンに、暇人センサーと、オッチンにもこれ、あ、オッチン来てくれた。オッチンに来てもらって、でですよ。で、これ取るか。これ取って、で、爆弾使って、で、これ今欲しいね。今欲しいやつナンバーワンなんで。逆転爆弾？やべ、ちょっと待って、逆転爆弾どこ？逆転爆弾だけはゲットしたいけど、場所がわからん。どこだ？待って、これさすがに見回しドローン使おうか。見回しドローン、これ時間止まるんでね。で、逆転爆弾はここにある。え、これ僕らのテリトリーじゃない？オッチンが今どこにいるんだろう。オッチンがこっち。オッケー。了解。急げ。で、これも、やべえ！解除して！落ち行け！オッケー。で、暇人センサーして、回収していく。その間にアイテムを取って、プレミア品は全然いい。で、はいはい、これ爆弾、はい、これ投げて、で、これ集合させて、そうね、これ、飛ばすでしょ？で、これ、え、逆転爆弾接近中？あ、そうだよね。大丈夫だよね。で、オッチンがこれやってくれてるんで、で、その間にアイテムとかも引きつつ、じゃあこれ爆弾、ほい、いったっしょ！はい、オッチンありがとう。やっぱオッチンなんだよな。結局オッチンなんだよな。結局オッチンです。あ、間違えた。暇人笛で、まあでも敵のやつ奪いに行かなくてもいいよね。いや、でも奪いに行くか。敵のやつも奪いに行っちゃう。ノリで。うわ、めっちゃピクミンいなくなってる。もらってこう、これ。もらっちゃえ。やばい。さあ、持っていってくれてる。あとはなんかあるかな？軽く持っていけそうなもの。まあでもこのアイテムとか使ってもう時間稼ぎでいいんじゃない？あとは。いや、結構僅差なのか。ね。あと、結構僅差なんで、やってもらったらいいんじゃない？このイチゴも奪い取って、いやでも結構強いんだね。結構強い。間違えた。暇人笛使って、あと26秒。アイテムもガンガン取って、
テレポーテーションさせて、これ持てる？まあ相手に渡さないようにするっていう、そういう感じかな。この金のラフランスで形勢逆転しちゃうんで、オッケーオッケー、これオッチン、オッチンにも行ってもらって、オッケーオッケー、勝った！結構強いわ、でも相手。逆転爆弾でボローンってさせても、着実にプレミア品とか多分集めてたね。なんとか勝ちました。初めてじゃない？いつもゴールドで勝つ気がするんで、初めてな気がする、シルバーはね。強かった。全然プレミア品とかするのは集めてなかったからね。くっ。目がびっくりしてたね、今ね。で、ヤウって言って、あれ？逃げない？ルイさん、どこか行っちゃいましたね。さあ、スパネールさんを救助しましょう。ルイに利用されないよう、モスも保護しといた方が良さそう。あ、モスも奪い取るんだ。外に出たらレスキューキャンプへ向かうよう、私がモスに指示しよう。そんなことができるんですか？一旦外に出て、オリマーさんにモスを任せましょう。へえ、そんなことできるんだ。あ、モスも出てきた。初めてだね。モスも出てきて、どうすんだ？キャプテンオリマーからモスに話があるそうだ。モス、私の声が聞こえるかい？お、聞こえたのかな？私が今いるところがわかるか？わおって言ってる。てか、モスでかいね。モス、ここまで来れるかい？モスはこんな従順なのに、なんでルイについてた、言ってたんだろうね。こんなに従順なのに。すごい、ちゃんとレスキューキャンプまで来れますかね？ああ、大丈夫だ。今日の夜には到着するだろう。リモートでここまで従わせるとは、なんという手腕だ。いや、そうなんだったらなんでルイについて言ってたんだって話だよね。さあ、コンタマさん、オチン、スパニエルさんの回収お願いします。とにかくこれでスパニエルさんを回収することができましたんで、あれだね、ま、拠点に持って行って、75% 達成なんだよな、これでも。あ、75% 達成じゃないか。もっとね、持っていくべきお宝とかまだいっぱいあるんだよね。とりあえず、白ピクミンに任せて、連れて行きますか。拠点がね、ちょっと遠い場所にあるんだけど、近場にいい拠点もないんで、このままちょっとね、回収を待ちたいと思います。さあ、スパニエル氏を持ってきてくれたね。これでもう治るのかな？まあ、次の日にならないとわかんないか。スパニエルさんを救助しました。さあ、スパニエル骨牌制。医療従事者の間では、名高い一流獣医師。医師として優秀な彼女が、ドンベルマン一行に同行しているのはお宝のためだと言われてる。え？スパニエルさんも何？お金が欲しかったのか？あ、よかった。スパニエルさん。ありがとう。本当に感謝する。さあ、これでとりあえずスパニエル救助したんで、一旦オッチンの治療のあれに入るのかな？獣医のスパニエル氏を救助したな。オッチンの尻尾について彼女なら何かわかるはずだ。意識が戻ったら話を聞いてみようと。さあ、ということで、そうなんだよね。一旦レスキューキャンプにあれしないと、もうね、ちょっとパッと見探索できそうなところがないんだよね。ない。まあ、ここがなんか明らかに怪しいよね。なんかここにあるんじゃない？石がここに置いてあって何もいけないようになってたんですよ。なので、一旦スパニエルさんの意識が戻るまで待つということなんで、帰りましょうか。一旦帰りたいと思います。ちょっと待ってね。これを回収して、オッケー、100人になってるね。じゃあ、帰宅します。さあ、ということで、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。さあ、ということで、帰ってきましたと。ただ、まだ救助者あと一人いるんだよね。あと一人いて、そうなんだよ。だからそれが気になるね。さあ、とりあえずやる気は7になった。8になったら、オッチの最小限覚えるからね。さあ、そしてキラキラエネルギーとかも増えてないもんね。で、86% までいったけど、ほら、あと救助した一人と、お宝がめちゃくちゃあるんだよ。49個あるんで、なんかまあ、1個洞窟とかがないと、あれだよね。おかしな話になっちゃうよね。スパニエルさん、なかなか起きませんね。無理もない。遭難してからは、おそらく何も食べてなかっただろうしな。おい、スパニエル、大丈夫か？ベルマンさん、待ってください。スパニエルさんが空腹だとしたら。そっとしておこう。そうだね。慌てずとも明日になれば目が覚めるだろう。
その後でオッチンを見てもらおうじゃないか。さあ、ということで探索71日目ということで、一旦ちょっとオッチンの方ね、治療できるかどうか見てみようか。この、あれかな、もともとふさふさのなんかタンポポの綿毛みたいな尻尾だったんだよね、もともとオッチンはね。それが今葉っぱになっちゃってるということで治療すると。スパニエルさん無事でよかったです。よかったよかった。ギリギリだったけど助かったわ。お腹が減りすぎてかなり危なかったけど危ないね。こうしてまた再会できるとは、よかったのだ。さあ、それでですよ。それで、君たちには感謝しかないな。何、我々はやることをしたまでだ。そうね、挨拶はこのぐらいにしましょう。大体の話はドクターから聞いてるわ。早速こっちを見ましょうか。おお、お願いします。さあ、お尻を見せてくれている。尻尾の先が完全に葉っぱになっちゃってるわね。引っこ抜けそうにもないし、怖すぎ。いや、でもピクミンみたいに引っこ抜けるのか、これ、ブリーンってピクミンみたいな。ねえ、ピクミン出てきたら面白いね。葉っぱ人と同じ状況だと思うけど、症状だと思うけど、薬は試してみたの？試したけどダメだったよ。そうか、パピオンも、あれでもドクターだもんね。でも獣医だからスパニエルの方が、まあ、オッチンの様態とか見るのは詳しいってことか。そう、作り方は？光の蜜と葉っぱになってない人の細胞だよ。それじゃダメね。飲ませておけば予防できたかもしれないけど、宇宙犬を治すには宇宙犬の細胞が必要。あー、なるほどね。確かに人間とは違うもんね。一度モスの細胞を元に薬ができないか試してみ。わかった、やってみる。ちょうどモスが帰ってきたからこそできる技だ。さあどうだ、グビッと言ったよ。大丈夫か、てかダメじゃん、モスもう葉っぱじゃん。この子じゃダメか。やっぱり葉っぱになってない犬の細胞がいるわね。なるほどね。そんな犬どこにいるんでしょう。実はモスから細胞を採取するときにこんな日誌が見つかったんだよ。ルーイの日誌か？誰の日誌だ？犬の住みか。ルーイの日誌だね。沼の奥にある大きな、あ、やっぱそうだね。岩の近くで、ここ怪しかったんだよ。でかい犬やっと見つけたと思ったら何か食われてる。ジュースを持ってたピンクのやつだ。邪魔だからどっかに捨ててこよう。ジュースを持ってたピンクの、あ、この子を邪魔だからどっかに捨ててこよう。怖い、なんかこう、全部怖いな。でかい犬といえば、モスのこと？いや、モスではなくスパニエルさんをさらった犬ではないのか。あ、そうだよね。そもそもでっかい犬がスパニエルをさらったって、ドンベルマンが言ってたよね。そう。でかい犬にさらわれたのは私、こんなレベルじゃないってこと？食事もなく、ずっと連れ回されたから、いつの間にか気を失ってしまった。怖すぎ。はっきり言ってレディーの扱いが全然なってなかったのはね。スパニエルさん、その犬は尻尾が葉っぱになっていましたか？いえ、どこにも葉っぱはなかったわ。毛でモフモフよ。つまり、その犬の細胞が手に入れば、オッチンを助けられるということか。なるほどね。問題はその犬がどこにいるかですが、モスを保護した今、おそらくルイはその巨大な犬の元へ向かっているだろう。ルイの匂いを追えば、犬も見つかるかもしれない。なんでルイは追うんだ？犬を。なるほど。では新たなミッションだ。ルイを追って追憶の原生林に向かい、巨大な犬の手がかりを探すのだ。はい、カビー。さあ、ということで、オッチン治療の手がかりを得たと。オッチンの尻尾を直すには、尻尾が葉っぱになっていない犬の細胞が必要だよ。ルイと一緒にいる巨大な犬を探してきてね、ということで、ここからスタートするんだね。さあ、ということで、まあ、多分、がっつりだよね、これ。まあ、一個洞窟が残ってそうなぐらいパーセンテージでかかったんで、てか、お宝49個だから、多分、一回では無理だよね、本当にね。多分、相当でかい洞窟が待ってるんじゃないかな。一人救出してっていう、この人にも気になるしね。ということで、今日は一旦ね、ここで終わっておきたいと思います。また次の動画か配信でお会いしましょう。バイバーイ。